日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、というわけで本日はメリークリスマスと、なのでこちらファミリーマートで買ったちいかわクリスマスケーキとケンズカフェコラボチョコケーキでお祝いしたいと思います。例年はですねスワンベーカリーさんで、ま、頼むんですけど、今年はちょっと、ま、いろいろバタバタしていて、気づいたら予約期間終わっちゃってたんですよね。なので、どうしようかなと思ってたら、そういえば、いつもお世話になってるファミマのケーキって、いや、スイーツのケーキは食べたことあるんですけど、クリスマスケーキ食べたことなかったなと思ったので、今年思い切って注文してみました。小さくて可愛いキャラクターたち、そして濃厚ビターと思われるチョコレート、どちらも楽しみですね。では早速開けていきます。準備できました。ちいかわの方にはこんな可愛らしいスプーンも入ってましたけど、ちょっとこのケーキスプーンで食べるのは若干向かないかなと思いますので、このままいただきますね。でも、まずは、こちらのケンズカフェコラボチョコケーキからいただきたいと思います。ケンズカフェコラボ、久しぶりですね。おー、とろーっとしたチョコレートが上に乗ってて美味しそう。どんな味なのかな？では、いただきます。ファミリーマートでクリスマスをお祝いするのは初めてですけど、どんな味なんだろうって思って食べてみましたら、おお、やっぱりすごいな、これ。かわいいみんなに囲まれたり、ちょっと濃厚な味わいで、ほっぺたが落ちそうになったりと、幸せです。だけど、ちょっと取らなきゃね。あら、味は意外となんだね。パク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 。ケーキ2個食えるかなと思ってたけど、結構あっさりいけましたね。もっともっと。いや、でももう一個はさすがにきつかったから、もう。それぞれのケーキの美味しさは、この後すぐ、メリークリスマス！ごちそうさまでした。最初に食べたケンズカフェガトーショコラはやっぱりチョコレートなので濃厚な甘さがありましたね。あんまり苦くはなかったです。大人向け要素を控えめにして家族で食べられるようにしたチョコレートケーキといった印象ですね。それでも甘さもそこまで甘ったるくはないので、大人の特に男性でも甘いのちょっとなーって思っている場合は、ぜひ食べてみてほしいですね。そして、今回食べた、ちいかわクリスマスケーキ。なんか、ちょっと自分、セッティング失敗したんですけど、こういう、なんかフィルムじゃなくて、紙、周囲を取り囲む紙に、こう、もう、ちいかわ書かれてました。最初見せるべきだったの。失敗した。まあ、キャラクターは非常に可愛い。ちいかわのケーキですが、味は結構さっぱりとしたシンプルないちごショートケーキですね。生クリームもそこまで甘ったるくはない。ちょっとバターが何かのコクが効いていて、美味しかったです。まあちいかわの世界にも甘党なキャラクターもいれば、名前に反してなんか酒飲みみたいな人もキャラクターもいますからね。人じゃない。で、まあちいかわと言いますと、まあ実は言うと、今年、自分にとっての一大イベントであった S4U フィルムギャラクシーで、それに提出する、もう、する動画フィルムじゃない、あ、動画ファイルの編集に追われていて、もうちょっとでも癒し欲しいって思った時に、ちょっと近くにあったテレビでアマプラのちいかわアニメずっと流してたっていうことがありました。あれほんと満身創痍だ。そんなわけで、自分が S4U フィルムギャラクシーで上映した
私が舞台に立ったわけを含む監督7作品の動画が概要欄のサイトからダウンロード購入できますので、まあ、ただというわけにはいきませんが、クリスマスプレゼントの代わりに買っていただけると嬉しいですって。まあ、私が嬉しいのか、ちょっと複雑な立場にはなりますけどね。というわけで、今日はファミリーマートで買ったケンズカフェガトーショコラとちいかわクリスマスケーキを食べ比べてみた動画ですが、ケーキとしての美味しさはケンズカフェの方が若干上に来るかなと思うんですけど、やっぱりちいかわたちが可愛いので、今回は、まあ、可愛さと美味しさどちらも良かったということで、両方とも5点とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると本当に嬉しいです。メリークリスマス。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。